はい、氷炭温泉にやってまいりました。朝お風呂入ったのにまたお風呂に入るのって思われそうですが、その通りでございます。別府温泉ではもうとにかくお風呂に入らなければいけない地獄なのです。それが別府温泉というエリアなのでございます。あちらは夢岳といいまして、ああいった装置でお湯を冷ましているそうですね。ちなみに源泉の温度は100度で、ああいすることで加水しなくてもお湯を冷ますことができる画期的な装置だそうです。氷炭温泉では貸し切り風呂も用意しておりまして、こうすることで他人の目を気にすることなくゆっくりとお風呂に入ることができます。入場料は大人860円。ミシュランで星を獲得した施設が860円で使用できるものなら安いものです。今回100周年ということで、なんと100円で利用できています。本当かよ、マジかと思いましたが、今回ご好意に甘えましょう。月下の扉を出た後にこのような地図が見えます。あちらに男性用のお風呂があり、あちらに私は入ります。こちらが休憩所、こちらがお食事どころで、お茶で温泉の吸引ができるそうですね。喉に効くんじゃないでしょうか。こちらに温泉卵が作ってありますね。お題を入れて頂戴するシステムだそうです。残念ながら大浴場のため、後ほど画像での紹介になりますが、非常にいい湯だと思います。編集中の金髪です。大浴場はこのようにたくさんの風呂がありまして、これが全部源泉かけ流しで入れます。いやー、狂ってますね。泉質はナトリウム塩化物泉、皮膚病等に効果があるそうです。もちろん非常にいい湯でした。鶏天定食が来たので食べましょう。うまい。いや、氷炭温泉非常に良かったです。これで100円で入れるのはまさに奇跡としか言いようがないです。ではこれから公式の地獄巡りでは回れない裏地獄巡りスポットを一部ご案内いたします。道中でバナナジュースが気になったので飲んでみます。こちらは地獄温泉ミュージアムでございます。こちら地元の方が言うには生涯で一度行けばいいということでしたので、あえて中は取りません。ぜひ皆様のご自身の目でご確認ください。地獄温泉ミュージアム非常に良かったです。しかし確かに一緒に一度行けばいいっていうのもどこか納得というところですね。確かにこれ私が撮影しては魅力が半減してしまうでしょう。皆様は自分の目で確認してください。山地獄、要するに動物園です。理由はまあこれから分かります。一応中に入るとこんな感じ。動物園と申し上げましたが、やはり湯気が吹き出ている場所はございますね。やはりそこは地獄といったところの名残でしょうか。インドクジャク、こっち見てくれ、なんかスズメもいっぱいいるね。ワラビ、こっち見てくれ、ヤギさん、なんだかもぐもぐしてますね。何を食べてるんでしょうか。カミかな。日本サルとありますが、我々もサルみたいなものです。あれはポニーかな。かわいいですね。カピバラかな、あれは。いい感じのところに住んでますね。フラミンゴ、鉄拳に出てくる韓国人のキャラクターとは一切関係がございません。サギさんがいっぱいいますね。
ありとあらゆるカラフルなウサギさんです。なかなか、お、こっち見てくれ、こっち見てくれ、おー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 、いいね君、最高だよ。お前たち最高だぜ。こちらには蒼天が。強く生きていけ。あちらはモルモット。橋の上では渋滞を起こしております。山事故終わりました。いや結構良かったですね。500円で気軽に行けるので、時間がない時でも全然回れるかと存じます。はい、ただいま野外本館に来ております。こちら非常にコスパが良くてですね、貸し切り風呂もあるそうなので、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。さあ、私のお部屋は305はあっちかな。行ってみましょう。おっと、ここですね。お、いい感じの和室じゃないですか。ここに入り口があって、こう開くと、おー、なかなかいい感じに温泉宿って感じですね。こちらあらかじめお布団が敷かれてありまして、電話、ティッシュ、テレビで着替えると、あとタオルですね。これでゴミ箱があって、こちらに謎の椅子と机があります。デュエルでも済むんですかね。で開けるとまたもう一個お布団がありますけど、これは2人泊まる用の2人目のやつってことですね。で景観は、まあ、まずまずでしょう。で冷蔵庫の中身はまあ特にないですね。普通に使うとしましょう。でこちらの扉はシャワールームですね。シャワーのために作られた部屋っていう感じがすごくします。で次の扉がトイレですね。トイレはだいぶ綺麗ですね。水洗機式のトイレとなっているようです。さあ今日はこちらのホテルに泊まります。さらにこちらは貸し切り温泉もございますので、そちらも後ほどご案内いたします。さあ今回もちろん貸し切り風呂に来たのですが、ほらどうですかこれ、素晴らしいですね。このヒノキの温泉最高です。今からこちらに入ろうと思います。いやー温泉めちゃくちゃ良かったですね。というわけで今回もまたいろいろと飲み歩いていきたいと思います。豊爪フタタビとりあえずの角配合。失礼いたします、こちら取り金定食のご案内です。おほい、ありがとうございます。取り金定食めっちゃ配合関八。お疲れ様でした。フリカポンでございます。かっこいいですね。ゲームがしたくなったので、こちらのお店でゲームをしましょう。とりあえずシャオユーでゲーム中。結局ここに戻ってくるやつです。アニタマ。はい、というわけで戻ってまいりました。いや別府のバー遊びは楽しいですね。というわけでそろそろ明日に備えて寝ようと思います。では皆様おやすみなさい。
ただいまの時刻は9時13分です。今日は各人気店を回った後、三尾湾温泉に行こうかと思ってます。よろしくお願いします。はい、野上本館素晴らしかったですね。本当に温泉が素晴らしい。で、今来たのが亀庄くるくる寿司なんですね。こちら本当に人気店で、今でもほら車がこんなに入るのに時間がかかりますので、名前だけ書いてちょっとこの辺を回りたいと思います。ちなみに神奈川エリアです。というわけで大分香りの博物館に行きました。こちらで時間を潰していきたいと思います。こちらのでっかいやつは熟成ヨカメとのこと。こちらは世界の天然紅葉のご説明ですね。いろいろあるんだ。動物性紅葉っていうのは本当に珍しいそうですね。今はシベットとカストニウムしか使われていないそうです。天然紅葉の植物性紅葉をよく聞きますね。やはりいい植物、いい香りがします。これは発火の結晶なんですかね。すごいな。チューリップの花瓶、いいですね。19世紀以降、人工的に香料が作られるようになったみたいですね。香りの分類フォームで実際に香りを体感することができます。これらは香りを抽出するための蒸留器たちですね。すごい装置です。こんなにたくさんアロマがそうっていうのはなかなかそう感じないでしょうか。日本にとっての香りの歴史。国名で変なことを想像してはいけません。香水というのはやはりボトルが綺麗であることが必須条件でございます。やはりおしゃれじゃないと手に取ってもらえないからでしょう。また氷炭温泉にやってまいりました。ですが今回はこちらの貸切風呂を利用していきたいと思います。さあ貸切風呂にやってまいりました。この先にはどんなお風呂が広がっているんでしょうか。オープン。おー、いいですね。でもあれ、お湯が張ってないな。でも心配いりません。このコイン専用口に専用のコインを入れれば、お、出ましたね。温泉がドバドバーっと湯船に降り注いでいきます。温泉がたまるまで待ちましょうね。こちらには水風呂を張っていきましょう。貸切風呂で交互浴ができるので最高です。そしてこちら蒸し湯ですね。まあサウナ感覚で入るのがいいでしょう。さあさあ、お湯が溜まってきたのでそろそろ入ってみましょうね。楽しみですね。という感じで、やっと席につけました。回ってないですけどね。ここで注文する形となります。アフリサーモン、赤貝、シマアジ、キモアエ、ハゲのキモアエと関アジですね。ウニ、動物とエビマエ。こちらはタコ、ホッキサラダと
勇気を。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。亀匠くるくるずさん、大変美味しかったです。美味しかったり、ネタが大きいだけではなく、食べやすさを工夫するなど、高級寿司屋さん並みの工夫をされているので、大変美味しく食べれました。また来たいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。別府は温泉もグルメも最高ですね。次は、妙盤エリアの素晴らしい旅館に宿泊いたします。